どうもしゅんです、こんにちは。どうもマリオです、こんにちは。はい、ということでですね、僕は今タイミーのオフィスさんにお邪魔してるんですけども、前回なんか半年前ぐらいに出てもらったんだよね、ぐらいに出てもらった小川くんにまた、なんですかね、出てもらおうと思って今日来ました。ということでですね、最近りょうくんはなんと20億資金調達したんですよね。しちゃったんですよね。この資金調達っていうのは、自分の会社の株式を一定数投資家の人とか企業さんに渡して、その代わりに、資金を得るっていう仕組みなんですけども、それを、まあ、何パーセント渡したか知らないけど20億調達したっていうニュースが最近出まして、同い年としてすごく尊敬しているので、今日はいろいろお聞きできたらなっていうふうに思っております。20億調達できたのがすごいよね。最初10億調達しようとしてて、いやこれじゃ足りないって言って2倍調達したんだよね。そうそうそう、10億円で回ってたら、思ったより集まって20億調達しようと。それはできたのは本当すごいと思うんだけど、なんで調達しようと思った？なんかやっぱお金があるとすごいいろんな選択肢ができるなと思って、なんか最近ポーカーで例えるなって。はいはいはい。ポーカーどうとる？ない。ポーカーって大富豪なら分かる。いやいや、ちょっと全然違うんだけど、あのポーカーチップがあってさ、で相手がみんなトランプがね、どんどんオープンされていくんだけど、そこにこう自分のチップを出すのよ、ここに。はいはいはい。でこの出した量とみんな同じ額を出さないと、そのみんな次のカードがオープンされないっていうゲームがあって、だからめっちゃ強いやつぶって、はいはいはい、めっちゃ奥ボンってやるとみんな降りちゃう。なるほど。そしたらマッパのチップ全部もらえるっていうのが効果なんだけど、なるほど。確かにこのお金がさ、3億円の時とか20億円の時ってさ、全然なんか出せる量が変わるじゃん。なるほど。勝負して、要するにここに競合がいっぱいいる。はい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 。なん時にどうやってこう勝負してみんなを降ろさせるかなっていう考え時に、しっかりとこうお金があって、しっかりと戦える体力があった方がやっぱ競合としても怖いだろうなと思って、20億円ちょっとしようっていう。なるほど。競合を蹴散らすために、ビビらすために20億円それ言っちゃうとね、あれだけどね、はい、まあざっくりとな。なるほど。その20億って主に何に使うんですか？20億は人件費で使っても全然使い切れないから、今でも従業員100人ぐらいいて、そうだね、まあ、月だいたい 4,5 千万消えてるんだよね。はい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 。で 4,5 千万で20億だともうやばいよね。40ヶ月できるんだね。3年半ぐらいいけるってことだよね。そうだね。でもそんなに使ってもしょうがないからさ、なんかだったらどんどん広告打ったりとか。そうだよね、広告費が主だよね。そう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 、広告、あと例えば営業代理店とかにお金渡して出店をしてもらったりとか、あとオフィス移転、またあ、そうなんだね。そう、オフィス移転してばっかなんだけどね。何やってんだろうね。でも本当にどんどんいっぱいになっちゃってめっちゃ月10人雇ってて、わあすごいね。10人ずつ増えていくってことですね。今120人ぐらい。今100、そうだ、110人ぐらい。わあすごいな。っていう、まあ急成長してるんで、お金必要だなっていう。じゃあそれ主に広告費とか、まあ、人件費だけじゃなくてオフィス移転とか広告費とかに使っているっていう感じで。じゃあそのなんだろう、20億調達したってだけで、本当まあ、起業家としてのその、まあ、経営者としての役割めちゃくちゃ果たしてると思うんですけど、その20億を調達するにあたって投資家とかにプレゼンするわけじゃないですか。その時に気をつけたこととか、なんか資金調達のコツみたいなのがあれば教えていただきたいなと思います。20億ってコツないよね。ここまでいくとなんか数千万とか数億円だったらコツあると思うんだけど、もう20億はもう数打つしかない。もうなんかもう回りまくって、お金ある人にもう回りまくって頭下げて、俺こんな夢叶えたいんで、ちょっとお金もらってもいいですかみたいな話をして、あ、ビジョン共感してくれた方とか、一緒に事業一緒になんか作ってこうよみたいな盛り上がった人とかが出資してくれたっていう。今回うち株主50超えちゃって。いやすごいよね。マジ皆さん、株主を抱えるってことは結構大きい決断なんですね。僕の今の株式会社ダイアリーは株主僕だけなんですよね。だから正直自由に何でもできるんですよ。ただアドバイスできる、してくれる大人がいなかったりとか、そのなんていうか、一緒に事業を作ってくれる株主はいないんですよね。それぞれにメリットデメリットがあるんですけど、そのリスク取って一定数リスクあるんだよね。株主を取るっていうのは、いるっていうのは。だけど増やしてやりたいことをやるっていうのは本当にすごいと思う。でもね、ファンが増えると思って
で、なんか株持ってるとさ、俺株持ってるんだよ、ダイビーのってなんかみんな広めてくれんじゃん、はいはいはい、みたいな感じだと思って、50株にすると日本中にファンがそれを支援してくれる方がいっぱいいるなと思って、むしろ俺は身の安全を感じてて、なんかそう、一社しか支援されてないより、やっぱ世の中から支援された方が、まあ、潰れなそうじゃんって思って、まあ、確かに確かに、あえてそういう戦略を取ってるっていうのもいいかな。なるほどね、自分の体の一部だもんね、そうそうそう、がいろんなところにあるっていうのは確かにそういう点ではメリットもある、デメリットもある、でもやっぱすごいと思う、マジすごいと思う。りょうくんのプレゼン力は本当すごいと思うね、うん、そのなんだろう、人に何かを伝える際に気をつけていることというか、まあ、準備段階でもいいんだけど、何かあれば教えていただきたい。今日面接したんですよ、はい、面接した人がもともと P&G にいて、今 Google プレイとかでこうマーケティング的にやってるみたいな調子をしてて、もう超欲しいと思って、超欲しいって、その視点なんだね、もう超一緒に働きたいと思って、もう1時間ちょっと40分くらい夢語っちゃって、うんうん、なんかやっぱモチベーション上がると、もう勝手に話したって、いやタイミングこういうふうになるんですよみたいな、こういう世界って知っちゃうくないですか、もう Google 来られると思うんですよみたいな話をこう、いや本当に思ってるからこそなんか素でできるところがあって、なんかピュアな気持ちになるってすごい大事だなって思って、うん、なんか裏こいつ考えてんなみたいな人の話聞いてなんかすげえつまんねえじゃん、なんかこいつなんかこの話って絶対なんかこういうメリットを考えて話してんだなって思うと、すごい話つまんないと思うんだけど、なんかピュアに夢を語ってる人ってすげえ魅力的に映ると思うんで、そういう経営者の方がお金とかも集めるし、メンバーも集まってくるし、うまくいくのかなとは思う。そうだね、確かにそうだよね。で、外から見ててすごいと思うのは、そのなんだろう、輸出の夢、大きい夢とかロマンを語った上で、ちゃんとした戦略であったりとか実績があって、そのソロ版っていうか、その数字の面でも実績がついているっていうのは強い、うん、まあそうだね、ロマンとソロ版の割合が絶妙なんだろうね。いや、本当そうだと思う。なんか食った系野郎っていっぱいいるじゃん、時にタイミングがしっかり軸が伸びてるからこそ俺も胸を張って言えるし、逆にまあ伸びてなかったらそうやって合意する人がいますけど、今順調に伸びてるからこそ20億っていうものがしっかりと実現できたのかなと思って、うん、いや本当そうだよね。じゃあなんかこれを見ている動画は、学生がほとんどなんだけど、その学生が活かせるようなプレゼン、人に何かを伝えるときに気をつける点そうですねがあれば教えていただきたいなって、まあ一つは大きい夢を持つっていう、うんうんうん、ちゃんとピアに伝えるってことだと思うんだけど、プレゼンの時に準備する、俺ね、準備しないんだよ、準備しないんだ、今日もしてないもんだって、うん、あ確かにね、いつもしないんだけどね。まあでもなんか準備って結構硬くなっちゃうかなと思って、うん、なるべく柔らかくする、で常に笑うことをすごい意識するといいかなと思って、なんか笑ってる人は悪い人ってあんまりいないかなと思って、確かに確かに、なんかそれでしっかりとその笑って、でピュアに夢をこう話して、あとはなんだろう、その人と話しながら、その人ってどういう人なんだろう分析しながら話してるんで、はい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 、どういうことにその例えば向こうも笑顔になったか、どのタイミングで向こうは笑顔になったんだろうとか、どういうことに興味関心があるんだろうと思う、こう分析しながら、あこのトピックってこの人に刺さりそうだなと思ったことを膨らませるみたいな。なるほど、夢は何でも語るわけじゃなくて、結局はその人が求めそうなトピックの夢を語る。じゃあ相手を見ながらいつもプレゼンしてるわけね。そう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 。なるほどなるほど。投資家によって全然違って、投資家ってすごい数値をめちゃくちゃ詰めてくる人もいるの。だ、うん、からリテンション率とか、なんか1回使って2回使うの何パーセントなの、その次は何パーセントなのみたいな、すごい言ってくる人と、あとは本当にでかい夢、いや世界変える気あんのみたいな言われる場合もあるし、本当にいやどこまでいけるの時価総額みたいな、1兆円いけるのみたいな話をしてくる人もいる。だどんなタイプなのかなって考えた上で、しっかりした自分の夢を語れるかっていうのはすごい大事なんだろうかな。まあ確かにね、しかもそれを繰り返す上でだんだん上手くなっていくっていうのはあるよね、うん、そう思う、そう何十社何百社って、ね、本当大変だもんだって、何十社も回ってるからね、ね、本当になんか資金調達3ヶ月だったんだけど、3ヶ月で1日だいたい5件ぐらい同じこと話すな、もう本当しんどいよ、もう絶対毎回同じこと話してて、結構やんじゃって、なんかロボットでよくねみたいな、うんうん、俺いるみたいな、だから小川くんって人がいればよくないみたいな、 AI でだからずっと同じこと話してないよ、だってなんかバカみたいになっちゃって、まあ、会社のマスコットキャラクター的なことに徹しなきゃいけないもんね、うん、確かに確かに、まあ、でもなんか話せるのはごめんね、もう思うみたいな、うん、全然なんかタイミングいいサービスだよねって言ってくれるの、うん、話してて、それが嬉しい、やっぱり自分の作ってる自分の子供みたいなサービスがいいよねって言われるのは、やっぱそれはそれで満足度上がるし、もっと頑張ろうって気持ちになるし、いろんなアドバイスもらえるから、確かに確かに、まだいいかなと思う。そうだよね、いやてかすごいよね、で今大学、立教大学の4年生じゃないですか、でちゃんと卒業してこれからは起業家としてやっていくんですか。そうですね、あの卒業できそう、卒業、俺マジやばそう、やばいんだよね、いやさまだ公開しないんだけどさ、うん、はがきが来てこの前学校から、うん、
あなたは卒業できませんみたいな。あ、じゃあ留年するんだ。衝撃。よかったよかった。嬉しい。嬉しい。嬉しいわ。いつまで学籍をがやんだろうなって。あ、留年しちゃうんだ。そう、留年しちゃうんだよ。そうなんだ、よかったよかった。何か良かったんだよ。飛びたい。いや、俺もしそうなんだよ。一緒にするじゃん。そう、留年したらさ、じゃあもう一回動画撮ろうよ。確かに。え、よく言われない、その退学しないよって。あ、言われる。言われるよね。うん、なんでしない。俺はなんでしないかっていうと、そのなんだろう、今就活 YouTuber ってやってるのはやっぱ学生だからっていうのは結構あるっていうところと、うんうんうん、あと一番はやっぱ親が悲しむからっていう、うん、俺もまあ一緒だな。なんか中高大立教なんよ俺、はいはい、だからなんか立教にめっちゃいるし、立教好きだし、なんか途中でやめちゃうとなんか嫌だなみたいな。あと OB も好きだから俺結構、うん、で卒業するとやっぱそういうコミュニティ入れたりするから学罰で、まあ、そう、なんか俺大学ってコミュニティだと思ってて、うん、ぶっちゃけそんなに学ぶことはそんなに実践と比べたらないよ。確かにね、人によってはね、あるかもしれないけど、そうそう、あるかもしれないけど、俺はやっぱりなんかその実践して人を雇って、うん、切らなくてもやった経験をしたりとか、本当にワンオンはしっかりやらなくてもやったりとか、うん、授業を伸ばす経験とかをもう本当に 目の前でやってきてるから、うんうんうん、そっちの方が実際身になってて、まあ、そうだよね。その時なんか大学ってそもそもじゃあどういう意味があるのという時に、やっぱ俺はそういう生涯の友達ができるとか、うん、そういう風にこう教授と仲良くなれるとか、そういうコミュニティなのかなと思って、だからすごい俺大事にしたね。いや、そうだよね。かつ俺はでも大学生ってめちゃくちゃ価値あると思うんだよね、うん、めちゃくちゃ価値あるから、やっぱそれはなんだろう、学費自分で払って3倍ぐらい払ってもいいと思って、うん、いや、そう、俺も自分で学費払おうと思って、うん、そう、経費にならないらしいよ。いや、するつもりない。経費しようと思ったの。うわうわ、思ってない、思ってないですっていう感じで、じゃあなんか今の大学生からしたら、やっぱりょうくんはなんだろうな、ちょっと雲の上の存在というか、なかなか到達できないと思ってると思うんだよね。で、まず、まあ、そういう起業家じゃないけど、そういうビジネスマンになりたい学生に向けて、なんか一歩できることとして、何か具体的なことがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。そうだね、最後に。俺もそんな最初からできたわけじゃなくて、じゃあ今、例えば最初の起業でこれできましたかって絶対できなかったなと思ってて、なんか失敗を恐れちゃいけない、まあ、よく言われる言葉だけど、間違いなくそれで、俺5個目の今事業だし、なんか最初から成功したように見えるかもしれないけど、実は4回失敗してて。いや、ほんとすごいね。で、毎回メンバー違う人集めて、毎回マネージメント失敗したりとかしてて、今いるから、なんかあんま考えすぎずに、一旦やってみようみたいな、ほんとちっちゃいことでいいと思ってて、だから何でもいいじゃん、タピオカ売るとは、自分で作って売れてもいいし。俺今路上販売してトラックでもあって大学の前で売りまくれば意外と売れんじゃないかなと思ったりはしてんだけど、そうやってなんか自分でお金を稼ぐ経験とかそういうのしてみると、すぐどんどんどん自分の能力が上がっていくかなとは思うから、とりあえずやっていきっていうのは大事かなと思って、ね、確かにバッターボックス立ってるもんね。いや、そうなんだよ、バッターボックス立とうっていうことだね。間違いない、もう恐れちゃいけない、人生1回しかないから、もう絶対にこう人生一度だし、人生の時間って限られてるから、今やりたいこと、チャレンジしたいことをピュアに進んでいくといいかなって思います。すごい、なんですかね、同世代の人たちに刺さったんじゃないでしょうか。ということでタイミーのなんていうかね、サービスが伸びているのよかったら、まあ、どういったサービスかっていうのは前回の動画とかも紹介していただいたんですけど、うん、空いた時間にいつでも働けるっていうアプリで、下の概要欄からダウンロードできるので、ぜひぜひよかったら。そう、あと、はい、YouTube 始めたんで。あ、確かに。これはもう本当に起業したい人とかそういう人がビジネスどうやって立ち上げるんだろうとか、タイミーってどうやって立ち上がったんだろうみたいなことを、まあ、見れたらいいなと思って、あとは自分の仲いい経営者とか一緒に誘ったりとか、ベンチャーキャピタル誘ったりして。今度ね、ベンチャーキャプターさせて、実際に俺がプレゼンしてフィードバックもらう、投資検討してもらうみたいなことを動画で撮ろうかなと思ったりするから、なんか資金調達ってどうやってやるのみたいなと思うと思うんですけど、そういうところも全部可視化できればなと思うんで、ぜひチャンネル登録、起業家志望向けにチャンネルをやってるということで、タイミーチャンネルで調べてもらえると嬉しいなと思います。下の概要欄に貼ってるのよかったら覗いてみてください。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、バイバイ。